アルバン・マリア・ヨハネス・ベルクは、オーストリアの作曲家。アルノルト・シェーン・ベルクに支持し、アントン・ベーベルンと共に、無調音楽を経て12音技法による作品を残した。12音技法の中に調整を織り込んだ作風で、知られる。ベルクは、ウィーンで浮遊な昇家の子供として生まれた。幼い時から、音楽や文学に興味を抱き、早熟な少年時代を、送る。15歳の時、 父が母子した頃から独学で作曲を試みるようになる。この時の現存する多数の歌曲は1980年まで封印されていた。1902年にはベルク県の別荘で働いていた女中、マリー・ショイヒルとの間の私生児の父となり、翌年にはギムナジウムの卒業試験に失敗して自殺を図るなど10代後半の私生活は波乱に彩られたものだった。 1904年、ベルクの兄が弟の作品をシェーンベルクの元に持ち込み、シェーンベルクや同門のベーベルーンとの交友が始まる。ベルクは、ギムナジウム卒業後、公務員となるが、作曲活動に打ち込むためわずか2年で辞職し、ウィーン国立音楽院へ。1907年、4つの歌曲オッパス2などの曲で、本格的な作曲家デビューを飾る。 1908年7月23日、宿和の病となる図だを発病。この時23歳だったベルクは、23という数字を、自己の運命の数と決め、この数は、以後の作品の構成を彩ることになる。1911年、声楽を学んでいたヘレーネ・ナホフスキーと結婚。ヘレーネの母アンナは、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の愛人として知られ、ヘレーネは、 皇帝の諸子とも言われており、ベルクの周辺では、気ぐらいの高い女性として知られていた。1912年、アルテンベルク歌曲集、オーパス4を完成するも、死、シェーンベルクの反応は色良いものではなく、この歌曲集の完全初演は、ベルクの死の17年後まで持ち越される。1914年、ゲオルク・ビューヒナーの戯曲、 ボイツェックの上演に接したベルクはこの擬曲を元にした、無調音楽のオペラの作曲を始めたが、この年に第一次世界大戦が勃発、翌年から平気に復することになり、作曲が不可能になったが、1917年になって休暇を与えられ、歌劇、ボツェック OP7 の作曲再開に踏み切った。ボツェックの完成は、その5年後のことである。ボツェック完成後、 シェーンベルク50歳の誕生日に検定するべく、ピアノバイオリン13管楽器のための室内競争曲に取り組むも50歳の誕生日には間に合わず、1925年に完成する。その同じ年に、歌劇、ボテックがベルリン国立歌劇場でエーリヒクライバーの指揮によって初演された。初演にあたって34回ものオーケストラ練習と14回の アンサンブル練習が行われ、文奏を含めると、総計150回の練習が行われたという。ベルクと指揮者は、激しい批判にさらされるが、この作品によって、ベルクの作曲家としての名声は揺るがぬものとなった。この年、プラハ訪問中に知り合ったハンナ・フックス・ローベティーンとの不倫関係が始まり、この関係から、ジョジョ組曲という音楽的果実が実ることになった。 1928年、フランク・ベーデキンとの戯曲、地霊及びパンドラの箱に基づく歌劇、ルルの作曲に取り掛かるも、翌年にはルルの作曲を一時中断、演奏会用、アリア、ワインを作曲した。ボツェックの成功によって順調であるかに見えた、ベルクの作曲家人生は、1933年のナチスドイツ政権発足によって安定する。シェーン・ベルクと共に、 ベルクの音楽も、大敗を音楽のレッテルが貼られ、ドイツでの演奏が不可能になる。1935年、アルマ・マーラーと彼女の2番目の夫、バルター・グロピウスとの娘で、ベルクも可愛がっていた、マノン・グロピウスの訃報に接し、ルル作曲の筆を再び置いて、ベルクとしては、異例の即筆で、バイオリン競争曲を書き上げる。しかし、競争曲完成の直前に、 虫刺されが原因で腫瘍ができ、これが悪化、手術を受けるも敗血症を併発しこの年の12月24日に50年の生涯を閉じた。未完のまま残された、ルルは完成していた二幕までと、ルル組曲の抜粋という形で所演されたが、未亡人ヘレーネは保筆を禁じ、三幕の形でのルル所演は、ヘレーネ没後の1979年に、 パリのオッペラザにて行われた。ヘレーネがここまでカタクナになったのは第二次世界大戦後にショイヒルのことあったこと、ベルクとハンナとの不倫を知ったことによる夫への反感から情報をコントロールしようとしたことが原因とされる。歌曲詞におけるアルバン・ベルクの初期歌曲の位置づけ、創作の開始から1九百三年まで、コ野ノ・也、ウィーモンダ、より、ベルクとウィーン、佐藤隆。 ありがとうございます。